オリバー・リードは、イギリスの俳優。イギリス・ロンドン南西部のウィンブルドンで生まれる。父方のおじに、映画監督のキャロル・リード、母方の祖父に、演劇マネージャーのハーバート・ビーボン・トゥリーという、二人の、サーの称号を持つ人物を持つ。父ピーターと、母マーシャが離婚した、少年時代は手に負えない暴れん坊で、13回も、転校した。セイント・ジョージ・カレッジ時代は、 クロスカントリーの代表選手、プロボクサーなどをしていた。卒業後は、ストリップクラブの用人棒や、軍隊に入りマレーシア中ンを経験している。1958年、おじ、キャロルの勧めで俳優に転身する。野生的で、不愛想な風貌と雰囲気が変われて、怪奇ホラー映画で有名なハマーフィルムの、低予算作品に次々と起用される。 1961年主演の吸血狼男が好評で一躍注目を浴びる。以後、ホラー映画のカルトスターとしてキャリアを全うするかと思われたが、激動の1960年代の荒波が英国演劇界の異端児である彼を一躍メインストリームに押し上げる。マイケル・ウィナー監督と組んだ1968年のアクション作品。 脱走山脈が火と被災圏ラッセルにも起用され、1969年、恋する女たち、1971年、肉体の悪魔、1975年、トミーといった話題作に出演した。リチャード・レスター監督の1973年、30死、1974年、40死で演じたアトス役は当たり役となる。 1970年代には、そのパワフルかつ野生的な魅力で全盛期を迎える。しかし1980年代以降は、逆に異様な個性が、あだとなり、低予算のアクション、ホラー映画への出演に戻ってしまう。1999年、リドリー・スコット監督の、グラディエーターという久々の対作出演が決定した。しかし、同年5月2日、 あと3週間分の撮影を残したまま、心不全で休止した。ロケ先のマルタ島の港町バレッタの酒場で、ラム酒3本を空にし、水婦相手の腕相撲で5人を打ち負かした挙句の、心臓発作という、映画の中で自身が演じた役柄のような、死に様だったという、ありがとうございます。